ございます。おはようございます。いや初日です。初日は2日目の朝、初めての朝、うん、初めての朝、2日目だね。朝ごはんはみなそれぞれのいろんな残り物、うん、移動中のこれはトルコで買ったパン屋さん、なんかオリーブで、なんか結局これが一番良かった。で多分同じようなお店のお肉がこうやって入ってる、ラバッシュかなって思った。あとおにぎりとお味噌汁。2日目です。今日1日まだ何も決めてないけど、ショッピングしたりとか雰囲気楽しんだりしようかなと思います。観光名所にもなっているドライブリッジマーケットがこの橋のたもとにあるそうです。ここはその橋の端かな。ヴィンテージっぽいものからガラクタまで並んでました。そう、本当に何でもあるコードもある。ニューみたいなね。あれは何、あれは何、あれ多分サーミーなんとか教会だね。新しいけど多分ジョージアで一番大きいかな。ジョージア政権の後ろ側の、見てください、後ろ側の。すごいね、なんか、ね、新しいのと古いのが混ざっている。でしょ、一緒。本当に雰囲気違うね、橋渡ると。あ、カナダもいろいろあるよ。じゃあ2日目ですね。2日目です。はい、ちょっと遅いスタート。はい、カブファンします。はい、今日のメニューはボルジュミー。ボルジュミー洋梨のレモネードです。味どうだった。味はね、洋梨。最初、甘いなと思ったけど、昨日のはもっと砂糖っぽかったけど。カメラ、トマトサラダ。え、モッツァレラみたい。なんか外側がチーズだけど、中は違う。なんだろう、チーズペーパーって出てたよね。で、中はジョージアのチーズのタイプなんだ。あー、チーズ、チーズね、溶ける感じする。美味しい。え、美味しい。味と違うよね。意外と酸味が少ない。やっぱりソレイユって太陽のことや、フランス語で。ソレイユじゃないの。何なの。ソレール。なんだろう。レモンケーキみたいな味がする。ジョージアはチーズを含めた乳製品も豊富。このチーズは牛乳のえぐみが少なく、爽やかでデザートのようなチーズでした。チキンスープ with ソレール。何？この船底に行くよ。ちぎって、すくって、食べる。美味しそう。どう？美味しい。なんかワインの風味も感じる気がする。なんかあれみたい。チーズフォンデュみたい。ハチャプリはジョージア語でフレッシュチーズのパンという意味。地方食豊かでチーズ以外の具が使われることもあります。このアチャルリハチャプリはトルコ国境と黒海に面した地域のもの。海に接しないジョージアですが、このハチャプリは船の形を模していると言われています。美味しい。美味しいよね、うん、なんだろうね、うん、なんか可愛くない、これか。可愛い。3つなの。ね、マドロバ。ねえ、ほらビワだよビワ。あ、ここに。あ、こうやって読んだ。ラマミリアミスパルミ。あ、これにあるんじゃない。あ、犬がひっくり返しちゃったって言ってた。チンキューチンキューって言ってマドロバじゃなかった。チンキューチンキューだった、うん、で、観覧車がある上に。本当だ。今お花の通りじゃない。
これもかわいい。かわいい。メープルでしょ、メープルのほら、うん、これこれほら本当だ。パーティーズビースギンダギンダギンダゲゴノゲゴノ、あ、わからないです。あ、取ってあげるっていうの。おお。おおじちゃん優しい優しい。カウハルダ、カウハルダ、あ、やっぱりあのあれ綿毛ですね。うん、綿毛のやつ。ウティラリウンダ、ウティラリ。何？あ、ゴ、ウティラリ。ラリ、ゴラ、ゴリラだって。あ、ね、大丈夫ないの。ないの。マドロバ、マドロバ、マドロバ。これが回ってるんだ。そう。これは何だったっけね。あ、見て、お茶。ね、これを生かしたうり。これ？アルーチャ。ちょっとだけ。あれは釜、ローチャの釜。あ、それで買ってくる。しかもパン屋さんで買おう。あ、パン屋さんで買おう。すごい。すごい。わあ、すごいすごい。これは買わなきゃいけないんじゃない？買いたいね。これ買おうよ。これ一個買おうよ。マドロバ？マドロバ。牛乳とお水とこれを一個買います。牛乳？これはミルクだ。見て、ボルジョミの大きいのあるよ。これと左側、ボルジョミと、あと、これもそうです。これは何人かね。リカーニー。バクマンじゃなかった。何？バクリン。これ買った。あ、これバクマンだ。バクマロ。バクマン。スパークリングじゃないよね。オリオンチョコパイ。やっぱ違うわ。違う。荷物を置いてゆっくりした後は晩ご飯へ。これなんかトルコ人が多い地域だって聞いてたんだよ。可愛いね。街が。本当だ。これ、あ、そうなんだ。そう、2日目もありがとうございます。ありがとうございます。頑張るチョス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 。頑張るチョコみたいだね。そう、似てる。好みみたいな。これザクロだ。ザクロ、ザクロ。ね、ザクロがザクロ結構有名で。ね、これは山品から。これは山、あ、これは普通の形が機能と。あ、確かに。で、これがメジャーな、もう味が濃いかもしれない。中にハーブ、カラクリピッカリ。あ、そっかそっか。多分ジョージアンが来る。あ、そうなんだ。あれ、ジョージアダンスもあるってこと？あ、あるある。暑い。愛も変わらず暑いです。暑い。うん、湯気がね。ちょっと待って。結構暑い。うちのナスの方が。
ボリュームが上がったり下がったりするのは何なんだろう。誰かのサジかも。サジこれの方が汁多そう。うん、違う。美味しい。全然違う。パクチーも入ってる。熱い。カメラの声。もっと勢いよく。おいしい。めっちゃ美味しい。熱いでしょ。パクチー入ってる。本当だ。美味しい。多分日曜日にやるヒンカリはこっち。そうか、ヒンカリも入ってた。ちょっとしょっぱい。しょっぱい？うん。基本やっぱ塩辛いんで。塩辛いね。うん、料理何作るかリビュー。葉っぱ持ってった今。あれはどうやって食べる？こういうショッティにもうガッて挟んでチーズとか挟んで食べる。アヒンカリ、ハチャプリ、ハルチョとシュクメルリ。ハルチョも食べに行かないと。より行く前に。行く前に。うん、でハチャプリ今日の朝食べたやつ？そうそう。アジャルリハチャプリ。アジャルリハチャプリ。それ美味しい。美味しい。あ、ウィサミノ。意外と本当にボリュームがあるね。お茶がじゃなくて、お茶振り、お茶振り、お茶が一緒だよ。お茶がみたいな。またハーブなんだよ。おいしい。おいしい。知らない味って感じ。すごいハーブがいっぱい。普通に売ってるんで、ちょっと行った先に。昨日のやつにオールナッツ入り、どっちもあって、オールナッツ入りソースかなし。オールナッツが結構じゃあよく取れる。あ、うんうん。うん、面白いまた。うん。やっぱりキュウリが美味しい。ね。美味しい。温泉？アホが。旧市街。なんか個室で貸し切っちゃえば多分。プロデュースも飲まなくて、ね、そうだね。道端で結構絞ってくれるやつ、それを飲みたい。普通に意外とこんなにいっぱいある。道端にあるの？道端に。めっちゃ大きい。すごい、すごい。ジューシューしてる。これオイルなんだ。これオイル。でもそんなに重たくなかった気がする。ずっとついてた。今の会話全部録音されてたよ。やだ、やだな、それ。やだね。すごい美味しそう。チキン丸々入ってること？チキンなんだ。カットされて。こんな感じ。柔らかいよね。柔らかい。ぶつ切りされてる。すごいね。パンパンパンって切ってるんだ。お肉も柔らかい。すごいね。あ、またあれだ。あ、何いっぱい。どこ行くんだろう。あ、向こう側だ。同じ人ではないか。だか結局、ヒンカリが一番ポピュラーなのかな。なんかバーベキュー、フォークバーベキューみたいなのを焼いただけのやつと、このショッティとか野菜を挟むのが、一応イメージ的にも食べてたの。野菜挟むのっていうのはメニューではないってことだよね。自分でやる。自分でやる家とかとかだと、それが多い。これ見たときびっくりした。大きいじゃん。